叩かれるかもだけど、小さい頃からどうしても女の子が欲しかったんだけど、生まれたのは男の子。正直めちゃくちゃ可愛い。生まれてきてくれてありがとう。って毎日思ってるし言ってる。だけど、女の子も諦めきれない。うちの祖母が、孫やひ孫や近所の子やらの性別を 100% 当ててきた人で、一人目を見たら、次の子の性別がわかるらしい。その祖母に聞いてもないのに、次は男の子と言われたし、息子3歳にも、次もし赤ちゃん生まれるならどっちだと思う？と聞いてみたら、僕は、女の子がいいけど男の子なんだって。そうだよね。と誰かに聞いてて、次も絶対男の子なんだ。まあ、でも男の子も可愛いし、息子も兄弟欲しいだろうしなぁと半分諦めてたんだけど。先日女の子持ちの友達と会った時、実は今妊娠中で、また女の子なんだよね、女の子欲しい人って産み分けしたりとかするけどさ、女の子なんて簡単に産めるのにね。むしろ、男の子ってどうやったら生まれるの？女の子、本当可愛いよ。可愛い服着せたり、髪結んであげたり。私も女の子産みなよ、楽しいよって言われて、二人目欲しいって気持ちがすっとなくなった。自分で選択して、希望の性別が 100% 産めるなら一人目で産んでるよ。何もしなくても、女の子が二人も産まれるなんて羨ましい。次男の子だとしてもたったい可愛いし、もちろんちゃんと育てる。でもそういう話聞くと、やっぱり女の子も産みたかったなぁと思ってしまう。その友達から有望 LINE が来たるけど、ずっと未読無視しちゃってる。今は返せる精神状態じゃない。私も女の子欲しいのに、2人とも男で、次男妊娠中に性別分かった時点から3人目のこと考えてたよ。結局3人目の予定は今のところないけど、服を買いたいだけかもしれないということに気づき、今度買ってみようかと思ってる。誰にも着せない服を。大好きなリカちゃん人形で一緒に遊んだり、一緒にピアノ弾くのが夢だったけど、仙台のソフビで遊びつつピアノで遊ぶ日々ですわ。